時計の読み方何時かなクイズ。時計には短い針と長い針があります。短い針が何時を指しています？3時、5時、10時。長い針が何分を指しています？00分。一つ進むと5分です。00分、5分、10分、15分、20分、25分、30分、35分、40分、45分、50分、55分、60分。一周回ると60分です。60分で1時間。最初から。60分進んだので、短い針が1つ進み、1時です。長い針は12に戻り、00分に戻ります。1時です。ここからはクイズです。何時かな？2時。何時かな？10時。何時かな？4時。何時かな？9時。何時かな？6時。何時かな？8時。何時かな？3時。ここからはレベルアップ。何時何分かな？5時。20分。5時、20分。何時何分かな？3時。45分。3時、45分。何時何分かな？6時。15分。6時、15分。何時何分かな？11時。30分。
11時30分。何時何分かな？2時50分。2時50分。何時何分かな？8時5分。8時5分。何時何分かな？10時40分。10時40分。おしまい。チャンネル登録、よろしければコメントもお待ちしています。